さっきテティスとかいうマリーナが言っていたように、沙織さんはメインブレードウィナーに閉じ込められている。7人のジェネラルが待ち受けているそうだからな。一刻も早く全ての柱を破壊しなくては。待っててくれ沙織さん、こんな柱すぐにぶっ壊してやる。聖夜たちブロンズセイントはアテナを、そして地上を救うべく、ポセイドンの配下マリーナがひしめく海底のポセイドン神殿へと乗り込むのだった。ペガサス、どうなってるんだ。流星剣の威力が遮られている。お前の剣など私の前では無力だということに。ライジングミラーオーズ、その自慢のクロスごと二度と立ち上がれんようにしてやる。君もスキラの6つの獣の餌食となるのだ。僕は戦いが好きじゃないんだ。たとえ敵でも命を奪いたくはない。君は甘い。私にとどめを刺せぬ甘さは君自身の死を招くぞ。名前など聞いたとしても無意味なことだ。数秒後にはゴールデンランスによってお前の命は絶たれているのだからな。こんなところで諦めてどうする。そうだ、俺は修羅の願いを託されている。誰だ今俺に剣圧を放ったのは。ラバンダーショック、たまれ。それが人を倒す剣だと。片腹痛いわ。ギャビー、お前はアイザック。その顔の傷はもしやあの時の。お前の知るアイザックはもはや存在せんのだ。そんな汚れたコスモでは今のこの俺は倒せん。貴様、この技、この強さ、この男、どこかで。俺の素顔が見たいようだな。よかろう、ここまで前線した褒美だ。やはりあんな愚か者の兄と一緒にするな。未来永劫異次元をさまよい続けるがいい。それほど死を望むのならゆっくり聞きたまえ。これが君のレクイエムになるのだからな。デッドエンドクライマックス。私に指一本触れることはできない。お前が海王ポセイドン。私は神なのだぞ。俺たちにアテナを託して死んだアイオロスがこのゴールドクロスをまとわせてくれた。どうあがこうとアテナは救えぬ。黄金の魂よ、この死竜に今こそ力を。決して死ぬんじゃないぞ、セイヤ。俺に残った全てのコスモをぶつけてやる。アテナのために、今一度俺に力を貸してくれ。俺のコスモよ、奇跡を起こせ。俺の命に変えても沙織さんを救い出す。